はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、マスターデュエル速報のお時間でございます。新パッケがついに登場することになりました。4月の4日、来週の月曜日ですね、月曜日に新セレクションパックが登場するということで、マスターデュエルで新パックがこんな大々的にお知らせから登場するのは多分初めてだと思うので、どんなテーマが来るのかっていうのと、どんなカードが来るのかっていうのをね、ちょっと皆さんと一緒に見ていこうかなというふうに思っているんですけども、4月の4日セレクションパック、まず追加パックルーラーズマスクっていうものが追加されますよと。今回ですね、このルーラーズマスクっていうのと、あとビヨンド・ザ・スピードっていうこの2パックがなんか実装されるらしくて、でまず1つ目のこの追加パックルーラーズマスクの方ではですね、光闇属性モンスターと融合するデスピア、これはOCG の方でも今環境でたくさん使われている非常に強力なテーマとなっているんですが、デスピア、それから儀式融合を図に操る、魔剣、これはなんか墓地のなんか属性を参照してなんかいろいろ相手を破壊したり制圧してきたりするテーマなんですけどね、とかあとそれの組み合わせでエクシズモンスターの効果を引き出す軍艦寿司です、寿司テーマ、はい、これ非常に面白いテーマなんですけれども、この3種類が登場しますよと、いうことで、まずはですねピックアップカード紹介っていうことで、ちょっとやっぱ OCG の方と若干多分パックの内容違うかもしれないんで、どれが来るかっていうのはちょっとまだね明確には分かってないんですよ。明確には分かってないんですけども、まず、デスピアの、ドラマトゥルギア、普段使ってる方はねなんかよくご存知なんじゃないかなと思うんですけども、デスピアのドラマトゥルギア、デスピアっていうのは融合テーマでございまして、その融合素材にした時になんか効果発動するモンスターとか、あと召喚特殊召喚に成功したらなんか持ってくるとかね、そういう系の効果が多いんですけども、こいつは何するかっていうと、レベル8の、ね、闇属性天使属でございまして、このカードの1、2の効果それぞれ一旦に一度しか使用できないよ、融合、シンクロ、エクシズ、リンクモンスターが特殊召喚された場合、フィールドの効果モンスター1体を対象にとってそのモンスターの効果をターン終了時まで、無効にするよと。これめっちゃ強いんですよ。でしかも無効にするだけじゃなくて、こいつ出てくる効果を持ってて、2番目の効果、手札フィールドのこのカードが融合召喚の素材になって、墓地を送られた場合、または除外された場合、このカードを特殊召喚するっていうね。だからデスピアのモンスターはもちろん闇属性と融合できるんで、デスピアの融合体の素材としてこいつ出すこともできますし、なんかその闇属性であれば、結構何でも融合素材にできるテーマいっぱい多くて、例えばそのプレデタープランツとか、僕はOCG の方ではこのプレデタープランツデッキでこれぶち込んでるんですけども、これね、結構可能性の塊モンスターなので、非常に強力なモンスターとなっております。でそれからお知らせの方では、デスピアンクエリティスですね。これどういう召喚条件かっていうと、デスピアモンスタープラス光闇属性モンスターで作れるレベル8の、悪魔族融合モンスター。打点ちょっと低いんですけど、自分相手のメインフェーズに、レベル8以上の融合モンスターを除く、フィールドの全てのモンスターの打点が0になるよと。これを一応メインフェーズであればフリーチェーンで打てると。で2番目、オメディガ表示のこのカードが相手の効果でフィールドから離れた場合に、デッキからデスペアモンスターかアルバスの悪人体を選んで手札に加えるか特殊召喚できるよみたいなね、効果を持ってますんで、だからこれが一応相手の効果で離れると、さっきのドラマトゥルギアとか出したりとか、あとデスペアの同期アルベルみたいなね、サーチできるモンスターがいるんですけど、来るか知らないですけど、そういうモンスターを特殊召喚できるということで、非常に強力、しかもなんか結構融合召喚条件緩いと。だからデスピアを出張させて、いろんなデッキにね組み合わせることが可能になっているテーマなので、既存のデッキにねぶち込んで楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っております。あとはその他にもですね、あやめの双剣士、双剣カードですね、スタブ・ベネミー・ドラゴン、これは捕食植物系のカードですね、それから、人工知能メサイア、この辺のモンスターたちも追加されますよということで、ちょっとパック情報がね詳細がもしかしたらどっかで来るかもしれないので、このピックアップカードぐらいにしといて、この辺はちょっとまた別途見ていく、その情報が来た時にね見ていこうかなと思うんですが、公式情報をもしかしたらくれるかもしれないですよね。デュエルリンクスっていうゲームだと運営さんが公式で用意してくれるんですよ。なんかどれが全部実装になりますっていうカードリストをバーンって公式がくれるんで、もしかしたらそれあるかもしれないんで、もし来たらねそこで見ていこうかなと思います。でそれから追加パックのビヨンド・ザ・スピードっていう、このパックですね、スピードロイド、それからセイバー、フルールなどシンクロ召喚を得意とするテーマに新カードが登場しますよと、ピックアップされている既存の関連カードなどを組み合わせて新たなシンクロデッキを作り上げようということで、ピックアップ2種類あるんですけども、シューティングセイバースタードラゴン、あまりにもかっけえモンスターとクリスタルクリアウィングシンクロドラゴン、あまりにもかっこいいモンスター。はい、シューティングセイバースタードラゴンの方は、急星流セイバースタードラゴンプラスドラゴン族シンクロモンスターを含む中内外のモンスター1体以上で作れる、レベル11の、シンクロモンスター、あんまりね11いないんですよ、OCG の方でもね。非常にちょっと珍しいレベル11というシンクロモンスターで、風属性ですね、ドラゴン族4000、3300、そういう打点で、効果どういう効果かっていうと、このカードはシンクロ召喚でのみエクスタラデッキから特殊召喚できます。1ターンに一度、相手フィールドの効果モンスター1体を選び、効果は無効にしますよ。まあ、対象に取らないんで結構強いですね。それからこのカードは通常の攻撃に加えて自分の墓地のスターダストドラゴン及びそのカード名が記されたシンクロモンスターの数まで、攻撃ができますよ。3番目、1ターンに一度相手が効果を発動した時に発動できますよ。このカードをエンドフェイズまで除外し、その発動を無効にして除外しますということで、かなり制圧力が高いモンスターとなっております。まあ、カード名もね、そのデザインもまあ非常にかっこいいモンスターとなっておりまして、セイバースタードラゴンと、シューティングスタードラゴンをなんか合体させたような、そんな感じのモンスターになってましてね、レベル11のモンスターでは今のところ一番攻撃力が高いらしいこいつが。ちなみに召喚工場は集いし思いが輝く奇跡を呼び起こす、光さすミッションアレシンクロ召喚高来せよシューティングセイバースタードラゴンというね、この召喚工場を、宮下さんがまあ確か YouTube かなんかの番組で、工場を述べておりました。かっこいいですね、このモンスターはとにかく使ってみたい。それからピックアップカード2枚目、クリスタルクリアウィングシンクロドラゴン、風属性のレベル10ドラゴン族、モンスター、30002500という、アタックディフェンスですね。カード詳細、シンクロモンスターのチューナープラスチューナー以外のクリアウィングモンスター1体ということで、まあ、ちょっと若干ね召喚条件は難しいんですけども、基本的にはなんか多分クリアウィングシンクロドラゴンと、まあ、レベル3のシンクロチューナーなんで、まああれですよ、ブリキの軍曹とかあの辺で出していくことになるんじゃないかなと。まあ、クリスタルウィングシンクロドラゴンはまあそのままにしといても強いので、まあ、こいつまでつなげる必要ないかなみたいなとこあるじゃないですか。なんでまあクリスタルクリアウィング出すときは多分なんかそのクリアウィングとかあの辺の7と3でなんか出していくことになるんじゃないかなと思うんですけども、僕もなんかスピードロイド組んだことないんで、またちょっと組んでみようかなと思うんですけどね。効果どういう効果してるかっていうと、1ターンに一度相手がモンスターの効果を発動した時に発動できる。このカードはターン終了時まで攻撃力がそのモンスターの攻撃力の元々の攻撃力分アップして、相手が発動したモンスターの効果を受けない。まあ、要はクリスタルウィングと違って無効にして破壊はしないけど完全耐性を得るっていうね、そういうモンスターですね。非常に強力で、1ターンに一度魔法トラップのカードの効果が発動した時にその発動を無効にして破壊する。クリスタルウィングシンクロドラゴンと違って魔法トラップカードの方を無効にして破壊できるよっていう効果がついております。結構強いですね。だから、モンスター効果にも魔法トラップカードにも、まあ、どっちにも強いと。これねクリスタルウィングって魔法トラップにすごい弱いので、弱点なんですけども、まあ、その弱点を克服した、まあ、上位互換のモンスターであるということですね。そして、3番目、進行召喚したこのカードが相手によって墓地を送られた場合にデッキから活属性モンスター1体を手札に加えるというね、まあ、そういうなんかその後続を用意できる効果も持っているということでございますね。これ来るとですねヤブヘビとかからこのモンスター出せるんですよ。今まだマスターデュエルにいないのでヤブヘビ破壊してもこのモンスター出てこないですけど、まあ、これが来るとヤブヘビでこのモンスター出したりとか、まあ、もちろん後で紹介するバロネスとかもね出てくるかもしれないんで、結構ねヤブヘビからの選択肢はなんかまた増えるかなっていう気はしますね。ちなみにこのモンスター出す場合はスピードロイドを使っていただけるとスピードロイドベーゴマックス1枚からね召喚権を使わずにこのモンスターをシンクロ召喚できるっていう、まあ、そういうルートもあるんで、またスピードロイドのデッキを組んだ時にね、この辺のモンスターを使っていこうかなと思ってます。まあ、それからここですよね、重要なところは UR フルールドバロネス、ぶっ壊れモンスターです。はい、それから、ハイスピードロイドクリアウィングライダー、それから、ウォルフライエみたいなね、こういう風属性の強いシンクロモンスターも、まあ、いくつか登場してまして、さすがにですねフルールドバロネスはねちょっと若干ね環境変わるレベルで強いんですよ。フルールドバロネス、このモンスターですね、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上っていうクソ緩い条件で出せるレベル10のシンクロモンスターで、もう効果めっちゃ強くて、このカード名の2の効果は1ターンに1度しか使用できないよ。1番目、1ターンに1度フィールドのカードを1枚対象に取ってそのカードを破壊するっていう、まあ、起動効果ですね。それから2番目、このカードがフィールドに表側表示存在する限り1度だけ、魔法トラップモンスターの効果が発動したらその発動を無効にして破壊する。何でも無効にして破壊してくると、汎用レベル10シンクロでこれいろんなデッキから飛んでくるようになるんですよ。これからまあ、例えばなんかそのブルーアイズであるとか、まあ、レベル10シンクロできればいいから何でもいいんだけど、まあ、知らぬいとか、あと僕はシンとかでも出してましたね、このモンスターね。本当にね、いろんなデッキからね、このモンスター飛んでこれるんで、めちゃくちゃ強くなるんですよね。レベル10シンクロができるテーマは一気に制圧力がガツンと増します。それから3番目、お互いのスタンバイフェーズに自分の墓地のレベル9以下のモンスター1体を対象にとって、そのモンスターをこのモンスターをエクストラッキー戻しながら、その墓地のモンスターを特殊召喚できるっていうことで、まあ、もう一回そのバロネスもう一回出すとか、まあ、別のモンスター出すなり、まあ、墓地から好きなモンスター特殊召喚するなりっていうことができるんで、これとても強い。本当に本当に強いです、このモンスターマジで。まあ、結構環境に影響を与えるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。まあ、僕はちょっと環境デッキ詳しくないんで、どの環境デッキがこのモンスター出せるか知らんけど、僕が作ってるデッキだと聖眼とかシンとか不知火あたりはこのモンスターバンバン出して制圧していくデッキになるんじゃないかなと思いますね。これシェリーのね、モンスター、一応魔改造されたシェリーのエースモンスターみたいな感じの、まあ、イメージなんですけど、イラストめっちゃかっこいいんですよ。めっちゃ好き、このモンスター。それからウォルフライエですね。これね、すごい汎用シンクロモンスターなんですよ。レベル9のシンクロモンスター、活動特性レベル9、獣族、2500、ディフェンス0っていうね、ステータスなんですけども、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上で作れるということで、まあ、どんなデッキからでも出せると。で、ウォルクライエは自分フィールドに1体しか表側表示で存在できませんと。攻撃力4000未満のこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカード以外のモンスターの効果が発動するたびに、このカードの攻撃力は、300ずつアップしていきますと。で、1ターンに一度このカードの攻撃力が4000以上の場合、このカードと相手フィールドのモンスター全て持ち主のデッキに戻します。この効果は相手ターンでも発動することができますということで、モンスター効果をですね、何回も使うとどんどん打点が上がっていくわけですよ。で、現代遊戯王ってモンスター効果結構使うじゃないですか。で、300ずつ上がるんで、要は5回モンスター効果を使ったらもうこいつの打点が4000になりますんで、ちなみに僕の使ってるデッキだと、まあ、結構急シンクロしやすいので、まあ、ブルーアイズデッキとかには、このモンスター入れて使っていたことはあります。はい。まあ、ちょっと他のデッキにもいろいろ入りますけれども、まあ、あれですよね、急シンクロできるって言ったら、やっぱ電脳界とかですか、ああいうデッキから飛んできたりするのかな。ちょっと、まあ、採用されるかどうかわかんないですけど、僕の使ってるデッキだと、ほんと、聖眼デッキにはこいつぶち込んだろって思ってるんで、はい、またちょっと動画にするんで楽しみにしておいてください。終了パックは、以下のセレクションパックが、4月の4日に販売終了予定となります。あ、9時59分に販売終了ってことは、新パックもしかしたら10時に来るんですかね。なんかもしかしたら10時に来るかもしれないね。で、リバイバル・オブ・レジェンズと、ストルワート・フォースっていう、ボックスが、販売終了になりますよということで、これは何のボックスだ？この通常パックですね。リバイバル・オブ・レジェンズ。これはあれや。なんかいろいろ目白押しの、なんかいろいろこういうカードがね、入ってる、ボックス、カオスマックス入ってるんですか、はいはい、これとか、あと、リバイバル・オブ・レジェンズとストールワート・フォース、これだ、シュライグとか入ってるやつね、まあ、このボックスがなんか終了になっちゃうみたいです。まあ、この辺のカードたちはね、シークレットパックでも一応あると思うので、まあ、そこまでめっちゃ痛いっていう人はいないと思いますけど、まあ、欲しいパックがある方は、ぜひ、今のうちに向いておくことをお勧めしますが、まあ、おすすめはやっぱりフルールドバロネスかな。これ結構人権カードみたいなのがあるんですよ。なんだろう、イメージ的にはシンクロ版のなんかアーゼウスみたいな、なんかイメージあるんで、ぜひね、1枚はゲットしていただければなと思います。まあ、デスペアもね、融合テーマ好きな方であれば絶対欲しいテーマになってますし、まあ、僕はもう無限にもちろんこの両方のボックス向いていこうと思うので、ちょっと今日はこの辺で簡単な解説動画になっておりますが、またね、次の4月の4日の廃課金開封放送でお会いしましょう。それではまた。じゃあね。